鶴見大学本枯渇地版、現地物語とは、現在鶴見大学に所蔵されている枯渇地版、現地物語のことである。鶴見大学は、文学部が設置された1963年頃から、精力的に和漢の古典籍収集に取り組むようになった。中でも文学部長であった、久松千一が、当時紫式部学会の会長を務めており、同学会の事務局が、 鶴見大学内に置かれていたことなどから、源氏物語関係の古書籍が重点収集品目の一つとなっていた。本、鶴見大学本古活字版、源氏物語も、そのような中で収集された古活字版、源氏物語である。寛永年間に出版されたとみられる、寛永古活字版、源氏物語の一つである。寛永年間に出版されたとみられる、 関英枯渇地盤、源氏物語には、河瀬和馬が当初、関英枯渇地盤として見出した、大東急記念文庫書造本、昌平坂学問書旧増内閣文庫造本、正宗厚増本などの他に、関英枯渇地盤と同じ活字を使用した、枯渇地盤ではあるが、わずかに異なる文明を持った移植版であるとされ、関英枯渇地盤の違反に分類された、久原文庫造本がある。 この官営枯渇地盤の違反には、それ以後に見出された九州大学造本、広島県立歴史博物館公葉遊飛文庫本、国のみやけ急造本などそれぞれに少しずつ異なりを見せるものがいくつか確認されているが、この鶴見大学本も、官営枯渇地盤、源氏物語の違反に分類される、源氏物語の半本の一つである。ありがとうございます。